はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、なんかね、昨日かな、めちゃくちゃインフレが押し寄せてきて、なんか 1.5 周年でめちゃめちゃインフレするんだったらわかるんだけど、1.5 周年の微妙に手前で、ジュンブライトとかいうね、謎イベントでインフレかましてきた感じなんですが、まあ、まあ、国神が、めちゃめちゃ強いのと、EX サポートカード2種類目が出たのと、あとサポート器具、上位互換のレッドってやつが出たよという、3つの要素で、ね、一気にインフレかましてきたという感じなんですが、まあなんかね、これを見るとね、まあ各種新要素登場で、最強ストライカー誕生だよということで、人によってはね、戦力、1、10、100、1000、万、9500万ぐらいの人がいるよってことみたいですね。もうだから、あれじゃないかな。1.5 周年当日さらに強いの出そうだから、そうなると9500万からさらにってなったら1億とかの人が出てくるんじゃないのこれっていう。そんな感じのインフレが来て、まあ、ただね、サポートギグレッドなんか、一回ガチャ回すのに1万ジェムとかで無理でしょう、しばらくっていう話を、前回の動画でしたんですが、まあ、一個プレゼントしてくれるということなんで、まあ、今回はね、ちょっとガチャを回すわけじゃないんだけど、これちょっと選ぼうかな、ということでね、サポート器具見ていってみましょうという感じですね。まあ、その前に、ちょっとね、無料の単発だけやりましょう。やっぱりね、確率間違ってたやつ、確率がね、間違ってたので、一回ね、それの無料なんかも来てるみたいなんですが、まあ、とりあえず、一日一回無料から引くか。いけ！まあね、ここからも、たまにはね、EX サポが出ることがあるっていうのは、以前動画にした通りなので、まあ、ショートでね、多分上がってるんだけど、まあ、その、EX サポかについて、2種類からね、ピックアップ、セルフで選べるんだけど、なんか確率の表記がね、逆になってたよというのを、前回の動画でちょっと言ったんですが、まあ、そこに関するお詫びとして、一回ね、無料で、単発ガチャね、余分に引けるよ、という感じですね。まあ、ただ、無料単発、一回引かせてくれたところで、だから何なんだって話なんだけどね。はい、とりあえず、今回のガチャ成分はここまでと。じゃあ、サポカレッド選びましょうか。これね、一応今は、キックかテクニックが、いいと思うんだけど、ただね、今後ね、国神来てるけど、まあ、自分の手持ちとかも含めて考えると、テクニックかキックで強いやつ、作ることが多いので、テクニックかキックのこの4種類の中から選ぼうかなと思うんですが、まずカラーコーンですね。カラーコーンはドリブルの、スペシャル練習率アップ 150% とドリブル、トレーニングのスペシャルレクチャー率アップ 40%。 あと常時スピードアップ 10%、 常時テクニックアップ 20% と。あ、でちなみにね、この、ドリブルトレーニングのスペシャル練習率アップ 150%、 100% 超えてるっていうのは、単純にね、何もバフかかってない時のドリブルの、スペシャル練習率、スペシャル練習出る確率っていうのが、まあ、公開はされてないから何パーぐらいか、素の確率わかんないけど、仮に 10% とかだったら、10% の 1.5 倍ってことだよね。150% アップっていうのは。だからまあ 15% ぐらいになるよとか、まあそんな感じなんで、100% 超えてるから常に出るという話ではないよというところではあるんですが、まあだから、まあどうなんだろうね。もともと素のパーセントが公開されてないんだけど、リリース当初低すぎるって言って情報修正入れたはずなんだよ。で、情報修正入る前って3%ぐらいなんじゃないかって話があって、まあ3%から5%になったのか10%になったのかはよくわかんない。10%あるのかな？どうなんだろう。でも仮に、もともと素のね、スペシャル練習の発生率っていうのが 10% だったとしたら、まあ、器具とかのバフで 1000% アップとか作れるんだったら常に光ってる状態も作れなくはないのかなというとこですね。まあ、今ね、選手、なんて言うんだ、サポートを含めて選手5体で、レベル100なら本体も入ってくるから6体分、
練習カードっていうのが、かける4かな ?6 体分プラス、あと、EX サポカと、スペシャル、サポートカードで1、2、3枚だから、まあ、そうか、10人か。10人で4枚あるから、40枚のね、スペシャル練習が、出てくるわけなんだけど、まあ、それぞれにね、1割ぐらいの確率で、光るよとかっていうことなんだったら、まあ、それをね、150% 上乗せ、1.5 倍で出してくれるよと、まあ、ちょっと、わかりにくいかもしれんが、なんかそういう話ですね。で、2個目が、疑似ディフェンス投影機、疑似ディフェンス投影装置か。変なとこで開業されてんな。こちらは、同じくドリブルの、スペシャル練習率 150% アップと、ドリブルの、スペシャルレクチャー、発生率アップ 40%。ここまでは一緒か。で、テクニック 20% と賢さ 10% アップですね。ん?ちょっと待って。テクニック 20% はどっちも一緒か。で、賢さアップ 10% か、スピードアップ 10% がつくよということですね。ただ、ドリブルって賢さね、上がらないので、どうなんだろうね。テクニックのサポート器具を選ぶとしたら、こっちじゃない方がいい気がするな。ただし、賢さもね、漏れないと辛くて、賢さがね、なかなか伸びないなっていう時に、こっちも役に立つかもしれないなと思うとどうなんだろうな。ドリブルやった時は、テクニック、スピード、フィジカル、キックが上がるはずだから、まぁ、ちょっとね、こっちの方が噛み合わせとしては良さそうな気がする、カラコンの方が。で、キックの方見ましょうか。まずは大型遮蔽板ですね。大型遮蔽板は、ブルーロックマンシュート練習のスペシャルアップ 150% のブルーロックマンシュートスペレク 40% で、ジョージフィジカルアップ 10% とジョージキックアップ 20% ですね。で、ブルーロックマンの方は、強化型ブルーロックマンは、上2つ一緒 150%、40% で、ジョージキックアップ 20% とジョージ賢さアップ 10% か。なるほど。そういう感じね。ブルーロックマンでいい気がするな、だったら。一応ね、ちょっと他のも見てみますと、上2つはね、やっぱり、スペシャル練習率アップ 150%、スペレクアップ 40% っていうのが固定で入っていて、で、フィジカル、まあ、一番上がるやつの 20% アッププラス、何か別のやつの 10% アップ、という形みたいですね。はい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 。なるほどね。で、次はシャトルランだよと、そうだなぁ。だから、筋トレ、シャトルラン、ドリブル、キック。あれ?ちょっと待って。いいのか。で、賢さ、イメトレですね。そうか、練習自体は5個か。ステータスは6種類だけど、練習自体は5種類。なんだっけ。なるほど。で、イメトレの場合は、テクニックの 10% と、スタミン、フィジカル 10% か。あ、フィジカル?フィジカルは、ちょっとあれだね。外れてんだね、やっぱり。そうなると、やっぱりブルーロックマンでいい気がすんな。まあでも今後ね、キック以外の、まあ自分がね、何育成するかっていうのに合わせて選べばいいと思うんだけど、俺の場合ね、クロスちぎりと、キュウリンちゃん。この二人プラス、まあ、クロスバチラ、そう、クロスちぎり、クロスバチラあたりを使って育成することが多いのは多いんだけど、でもどうだろうな、クロス、悩むね。ただ、クロスバチラを使って、イマジナリーフレンドと死んでもかつ合わせてってなると、やっぱテクニック育成のがちょっと、今は育てやすくなってきてるのかなと思ってる部分もあって、そうだね、ちょっと待って。例えば、まあ、イサギとか選んで、トレーニングだな。キックならこんな感じとか、テクニックならこんな感じの、編成でね、カラスとか入れて、育成することが多いんだけど、こんな感じでやることが多いんだけど、これでやるんだったら、
トレーニング器具、テクニックのやつが欲しいよな。で、こっちだったら、ブルーロックマンシュート練習っていうか、キックのやつが欲しいわけで、どっちがいいんだろうな、これ。悩むね。あー、でもドリブルなのかな。でもね、今後何が来るって言ったらね、一旦テクニックの流れ来てるから、1.5 周年で強い、1.5 周年以降に強いキックが来るのを期待してキック取っとくのもありな気もするんだよな。どうなんだろうこれ。悩むね。まあテクニック取るのであれば、カラーコーンなのかな。スピードアップ 10%。まあ賢さね。ちょっとドリブルと噛み合わせ悪いから。でもね、常時賢さアップとかがついてるやつで、潔とかね、テクニック伸ばしながら賢さ育成したいなと思ったら、疑似ディフェンス投影装置もありだなというところがあるから、ちょっとね、1個しかもらえないってなると悩むね。悩むねこれ。あのさ、イベントの感想報酬とかでもいいから、せめてなんか遊んだら手に入るようなのもやってくんないかな。ちょっと1万ジェムでトレーニング器具っていうか、1万ジェムでカラーコーンとかさ、ヨガマットとかを取る気はしないんだよね、あんまり。なので、うわー、これ4種類どれにしよう。一応ブルーロックマン、ブルーロックマンかカラーコーンで迷ってるかな今。いや、カラーコーンか、ブルーロックマンかカラコーンか、どっちだろう。いや、カラコーンか。いや、カラコーンか。カラコーンかな。いや、でもね、いや、ブルーロックマン、いや、でもキックがね、やっぱね、結構キック伸ばすの楽しいんだよなっていう。いや、まあそれはね、あのテクニックドリブルだってまあ似たような話ではあるんだけど、いや、ブルーロックマンかな。どっちにしよう、結構迷うねこれ。まあでもまたキック育成の流れが来るかもしんないし、クロスちぎりね、貫突させたのもあるから、そうね。でもね、指導があんまね、引けてないからね、その辺を考えるとキックの、新しめの強いキャラを俺は自分で持ってないという話になるからな。キック育成するとき、自前でリンちゃんとクロスちぎり、フレンドでリュース、あの指導借りるみたいな、そんな感じにはなるんだけど、いや、カラコンか、ブルーロックマンか。大体ブルーロックなのになんでレッドなんだよこれ、おかしいだろう。いや、多分これね、あれでしょう、2周年の頃にはブルーが来るでしょう。これ移動式カラーコーンブルーとか来るんじゃないの、そういうことでしょうこれ。あー、いやー、ブルーロックマン、レッド、青なのか赤なのかどっちなんだいみたいな、これにしとくか。いや、でもね、とりあえず現状だとテクニック育成が一番漏れるんだよな。だからカラーコーン取って、カラーコーンで遊んでるうちに、そのうち2枚目交換させてくれるよって時期が来るかもしんない。 1.5 周年もしくは2周年、そのタイミングで。だからキックはその時手に入れればいいと思うのであれば、カラーコーンを今取るっていうのが、カラーコーンかなー。いやー、でも1個しか手に入んないのにカラーコーン取るのかなー。いや、まあ能力はさ、強いの分かってんだけど、なんかさ、なんかヨガマットとかカラーコーンってさ、しょぼく感じない、他より。なんだろうこの感じ。っていう
ていうかこの中で一番なんだろう、実際のトレーニングのさ器具として高そうなのって明らかにブルーロックマンだよね。こいつだけなんか異質だもんね。未来のテクノロジーというか明らかにカラーコーンが一番しょぼいじゃんっていう、そういう意味で言ったら、いやーまあね、能力的にはね平等なの分かってんだけど、このカラーコーンの安っぽさと、カラーコーンの安っぽさとこのブルーロックマンという謎のホログラム技術、この二つで悩むとなると、いやどうなんだろうね、カラーコーン、いやでもブルーロックマン、いやキックトッカー育成ってね絶対なんか強いの来ると思うんだよ今後。今流れテクニックだからね、国神でちょっとフィジカルに揺れてはいるけど、国神育成する時の、サポート連中どういうのにするって言ったらまだちょっと悩ましい部分あるから、まあ少しフィジカルの流れが続く可能性はあるけど、そうだね、まあキック 1.5 周年はなんかキックな気もするんだよな。そう考えると強化型ブルーロックマン取っとくのが筋が良さそうな気もする。あー、カラーコーン、カラーコーンも欲しいけどね。あー、ブルーロックマンにしましょう。赤いブルーロックマンどういうことだっていうね。はい、ということで、交換ね選びましたよと。ちょっとサブ能力見てみよっか。いたね、赤いブルーロックマン。ブルーロックマンシュート練習のエクストラボーナス2段階上昇 15%、キック固定ボーナス 27%、全力シャトルランのエクストラ 45%、1段階 45%、練習ボーナス、練習ボーナスか。これちょっと能力引き直したいね。まあ、上2つはあってもいいけど、ちょっと再抽選まとめてしましょうか。いけ、どうよ。キック固定ボーナス10、筋トレマシン、フィジカル獲得量アップ、イメトレ、スペレク、ブルーロックマンシュート練習時、スタミナ獲得量アップ。ちょっと微妙だね。もう一回行きましょう。いけ。あれ、ちょっと待って、今、かける5を使うって書いてなかった？レッドって消費量5倍なの？やってから気づいた。ちょっと待って、筋トレマシン、賢さ 20%、筋トレマシン、エクストラ 1段階 30%、シャトルラン、フィジカルアップ 12% と筋トレ、なんで筋トレなんだよ。やっぱかける5使うって書いてある。なるほど、そういう感じか。でもちょっとこれでは満足できないので、もうちょっと引きましょう。うい。筋トレ2段階、シャトルラン、スタミナ、練習試合、スタミナ固定。違うな。ちょっとブルーロックマンシュート練習絡みになってくれないと、いまいちなんだよな。さあ、来い。練習試合ボーナスがダブル。ブルーロックマンシュート練習、スペシャル練習率アップ 36%。1個はいいけどね。ちょっとそれ以外がダメっすね。もう1回引きましょう。くらえ。さあ5位、テクニック固定ボーナス、ブルーロックマンシュート練習時、テクニック獲得量アップ 12%、 フィジカル固定ボーナス、賢さ固定ボーナス。なるほど、まあ固定ボーナス系もね、極端な話、スペルクとかね、金の練習が常に来てくれるような上振れ状態が続くんだったら、固定ボーナス入ってる方が絶対いいのはいいんだけどね。まあただまあ、やっぱり、スペレクとかが来ないとしょうがないから、スペレクとかの率を上げる方がやっぱ強いよねと。イメトレスペレク 32%、ドリブル時スピードアップ、ブルーロックマンシュート練習エクストラ1段階 35%、シャトルラン。シャトルラン、ドリブル、イメトレってちょっとバラバラなんだよな。もう一回行きましょう。納得のいくものにならない。
スピード固定練習試合 18% 対ブルーロックマンシュート練習エクストラ17、フィジカル固定ボーナス18か。まあ練習試合ボーナス 6% が2個ついてるやつよりは 18% ついてる方が強いは強いんだけど、まあそういうことじゃないんだよな。さあ次、どうよ。お、ブルーロックマンシュート練習スペシャル練習率アップ 48%、 筋トレマシンエクストラ、1段階20%、 スタミナ固定 10%、 イメトレ、スペシャル練習 48%、 ブルーロックマンシュート練習の、スペシャル練習率アップ 48% がついたのはいいけど、それ以外がちょっと微妙ですね。もう一回行きましょう。さあ頼め、そろそろ何か満足のいくものになってくれ。フィジカル固定、ドリブル、ジフィジカルアップ、全力シャトルランレクチャー率アップ、スペシャル練習率、スペシャル練習率アップって全部のってこと？あ、これなん、え、あ、そういうのもあるんだ。これは何気に当たりじゃないのか、どうなんだ。いや、まあ他が微妙なんだけど、スペシャル練習率アップ、まあパーセントがね低めになってるのかもしれないけど、全部のスペシャル練習率アップだったらなんか汎用性あるような気がするけどね。まあ上3つがちょっと気になんか、でももうちょっと、もうちょっと追いましょう。いけ、おい。筋トレテクニック、ドリブル、スペレックアップ、ブルーロックマンシュート練習、スペレックアップ。まあでも 20% か。ブルーロックマンシュート練習のやつ、2つついてますが、ブルーロックマンシュート練習のやつ2つついてるけど、上2つは筋トレと、ドリブルなんだよね。いや、でもこれちょっと妥協点か？一旦。キリがないところもあるし、まあドリブル育成でも使えるんじゃないのってことで言うと、一応これ妥協しますか。まあジョージキックアップ、ジョージ賢さアップはね、ドリブル練習でも、他のやつ2個に加えてね、入れといても強そうだからね。一旦これで妥協しとくか。他の、ランダム一枠、ランダム一枠再抽選、ブルーロックマン型一個のサブ能力を再抽選。これね、再抽選する枠は選べませんだから、下二つになっちゃうんだったらちょっと嫌だもんね。効果量の変更か。これランダム一枠で上の二つ当たってブルーロックマンになるかな。それギャンブルだよね。いや、上がなんか別のいいのになってくれるんだったらこれ引いてみる価値もあるんだが、変な下のやつがなんか変なのになっちゃったらもうちょっと再抽選繰り返すか。ちょっと一回これ試しにやってみよっか。いけ。さあどうよ。お、あ、これは当たりか。ドリブルのスペレックが、ブルーロックマンシュート練習のエクストラ1段階アップ 12% になった。いや、これ当たりか。ブルーロックマン関連になったのはいいけど、ドリブルスペレックは上書き、どうなんだ、これ微妙すぎないか。いやー、ちょっと今のはなんかいいとも言い切れんな。まあ今回はこんなとこにしときましょうか。はい、ということで、まあなんかね、謎タイミングでの三大インフレ入りましたが、サポート器具に関してはね1個配られるということで、選んでねちょっと能力の抽選だけしてみましたよという感じですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。